ブルーフラディ年間売上ポイントランキング第6位の発表です。年間賞金1億450万7548ポイント。クリーにご注目ください。この動画です2019ウルフラッフィー1100名の頂点に立つ男をご紹介いたします。ホスト業界において長年にわたり絶対的な地位を誇り続けてきた最大手グループ、グループダンディ。店舗数36店舗、在籍キャスト1100人オーバー。毎年その勢力を拡大し続けるグループダンディの恒例となる式典が2020年1月27日に開催された。2020GD 新年会。2019年の年間表彰式が執り行われるこの式典、今年の GD 新年会の会場となったのはグランドプリンスホテル新高輪国際館パミールコンロン。この広大な会場を貸し切り、グループダンディ在籍の1100人以上にも及ぶホストたちが集結した。まさに圧巻の光景だ。グループダンディ2019年度年間売上トップ10の売上合計はなんと17億円を突破。前年までの記録を上回る結果となった。さらにグループ全体での年商は150億円を優に超え、業界一、日本一の座を確固たるものへとさせる。そんなグループダンディの中、数多くのランカーを輩出し、ひときわ注目を集めるホストクラブがある。それがキャンディだ。2019年度キャンディからなんと4人もの年間1億円プレイヤーが誕生。そしてあの男がグループ23年間の歴史上誰も超えられなかった記録を大きく塗り替え、ナンバーワンの座に上り詰めたのだ。今回の放送ではそんなキャンディの彼らの勇姿をとくとご覧いただこう。年間売上ポイントランキング50位から21位までの発表。キャンディー、キャンディーズヘブンからランクインを果たしたのはケント、セイヤ、ミサキシュリ。続いて年間指名本数ランキング30位から11位の発表。綾瀬、心の友や、ケイゴ、セイヤ、タクマ。おめでとうございます。以上50位から、そして水3名の社会になりましょう。皆さん、年間売上ポイントランキング12位、綾瀬取締役。2019年自身初の月間2300万を突破し、見事に年間1億2000万円オーバーをも達成した。
11位警護支配人。2019年に初となる月間1000万オーバーを達成するにとどまらず、月間2300万を突破、そして年間1億2000万円オーバーをも果たした。驚異的な記録である年間1億円プレイヤーという称号を手にした綾瀬と慶吾。しかしグループナンバーではこの順位、グループダンディのとてつもないレベルの高さをお分かりいただけるであろう。いよいよ年間売上ポイントランキングトップ10の発表。キャンディーからランクインを果たした一人目の男の名前が呼ばれる。2019年グループダンディ年間売上ポイントランキング第6位の発表です。年間賞金1億450万7548ポイント。スクリーンご注目ください。この男です。ウィナー。寡黙な男の沈黙は闘志の現れだった。沈黙は英知であり、いかなる雄弁よりも勝る。見せてやれ底力。キャンディー拓磨。この存在はまさに格別。醸し出す勝利への熱意、本物は止まらない。グループダンディ2019年度年間売上ナンバー6キャンディー拓磨支配人。2019年度自身初となる月間1000万を達成後、その勢いはとどまることを知らず、なんと12ヶ月連続1000万オーバー。12月度には3200万オーバーを達成。年間売上1億6000万を突破し、見事にグループナンバー6の座をつかみ取ったのだ。ここまで数多くのランカーが呼ばれ、その強さを証明してみせたキャンディー、キャンディーズヘブン。しかしここから真の力が目を覚ます。グループナンバーワンの座に上り詰めた異次元の男。次回彼が壇上で放った言葉をほぼノーカットで放送する。男はその頂から何を見たのだろうか。1, 2, 3.